おはようございます。テンションが上がっておりますというのもですね、見てもらったら分かる通り、今日はマクドナルドを買ってきました。まあね、せっかくYouTube でやっているので、まあ、YouTuber らしいことと思いまして、本日はマクドナルド1万円企画開催したいと思います。でね、一応今日は夫人はこんな感じ、まあ、とりあえずね、出していこうか一回。はい、ということで今こんな感じで出揃いました。やーべえ。でね、今回注文したのが、デザートは溶けちゃうんでね、まあ、ちょっと冷凍庫には入ってるんですけど、総額でこれで1万と90円税込でになります。1万円食べるのってしんどいと思うんですけど、まあ大食いの人だったら1万円ぐらいいけんじゃねえかと思って頼んでみました。1万円ぐらいいけんじゃねえかと思って、まあね、ちょっとね、今日は画角違うんですけど、いつもとは違う感じでお送りしたいと思います。まあ、じゃあとりあえず、まあ、なんだかんだ言ってもしょうがないから食べていこうかな。いただきます。サラダからね。サラダ、サラダ、ごまドレッシング、いや、これ振るんだよね、シャカシャカ。じゃあまずはこれサラダ、サラダからいただきます。よいしょ。うん、うまっ。やっぱり最初にサラダ食べるとさっぱりするよね。うん、あのコーンも5個あるから、とりあえずコーンいくわ。コーンが確かね、300円近いのかな、200何十円とかで、大食い企画とかみんなやってるときはこれめっちゃ頼んでるよね。じゃあとりあえずバーガーを、何からいこうかな。じゃあ普通の照り焼きからいこう。照り焼き、うまそう。マックの照り焼き久々に食うわ。うまっ。やっぱ子供の頃から僕一番大好きなんですよね。うん、うまっ。うん、ポテトも食おう。これ序盤に食べきんないときついな、ポテトは。ポテト完食。じゃあ次エビフィレオ。エビフィレオ、ほっ、うん、うまっ、うまっ。エビプリプリ、うん、やっぱ出来たてはうまいね。うん、エビフィレを完食。クラブから、グランクラブがデフォンテな感じなのかな、こんな感じ。めっちゃうまそう。ベーコンとトマトとレタスか。下になんかソース入ってるな。あ、パティも入ってる。うまっ。これめっちゃうまいじゃん。うん、これうまっ。バンズももちもちしたやつでめっちゃ美味しいけど、食べ応えがすごいある。うん、グランクラブハウスサンド完食。じゃ、グランベーコンだね、これ。ベーコン、チーズも2種入ってて、ケチャップにこのベーコンビョーンって入ってる。見えないか、こんな感じ、バーンって。いただきます。
うん、チーズバーガーの上位互換みたいな感じ。あれがそのマックのチーズバーガーが、あの今いわゆるそのグルメバーガーになったみたいな感じの味付けかな。グランベーコンチーズ完食。いや、三角チョコパイの黒、期間限定だね。これボロボロこぼれんだよな、ちょっとこの上で。うん、パイの中にね、トロトロのチョコがぎっしり入ってるからね、すげえ食べ応えるけど、いいね。まあ、照り焼き系がいっぱいあるからな。とりあえず、旨辛照り焼き。これも期間限定なのかな。旨辛照り焼き。まあ、見た目はあんま照り焼きと変わんないかな、普通のやつと。そんな変わんない。いただきます。あ、スパイシーだわ。ちょっとピリ辛。なんかマヨとは別にじゃピリ辛ソースみたいなのが入ってる。いや、意外に辛いわ。うん、旨辛照り焼き完食です。じゃ最後のグランシリーズ、グランガーリックペッパー。ほい、今回も全然違う。こんな感じ。まあ映像的にちょっと分かりにくいかもしれないけど、いただきます。意外に味が一番シンプル。ガーリックとブラックペッパーのね、香りがふわってくんだけど、あの味自体は結構シンプルに構成されてて、とても食べやすい。個人的にはグランクラブハウスが好きかな、一番。完食。もうバーガーがあと5つか。もう半分か。まだ半分か。きついな。サラダ食べよう。口がこってりしてきた。せっかく照り焼き普通の残しといて、これも期間限定、親子照り焼きってやつ。何親子って、どういうこと。見えにくいけど、こう卵見えないや、ごめん。卵が入ってる、目玉焼きみたいな。いただきます。なるほどね。お肉もあれだ、チキンだ、揚げ鶏。チキン照り焼きに卵が入ってるやつだ。それで親子なんだね。完食。でもやっぱ慣れ親しんだのもあるから、個人的にはデフォの照り焼きが一番好きかな。ザブチーかな。ザブチー行こうか。ザブチー。鉄板だよね。うまっ。チェダーチーズがうめえな。なんかコーラとチーズでめっちゃアメリカンな香りがする。またエビを。
今ね、お腹で言うとね、腹6分目ぐらい。結構お腹いっぱい。ねえ、みんな大好き。ビッグマック。よっ。ひい。ビッグマック。じゃあ、いただきます。うん。昔動画で31個とか食ったな。あの時はもういいやって思ったけど、やっぱ久々に食うとうまいよね。だんだんお腹いっぱいで飲み込めないぞ。うん。いや、プチパンケーキ。ソースがね、ちょっと1個しかなかったから。そのまま食うわ。生地自体もシナモンっぽい香りするんだ。うまい。うまいけどもはもはするな。これをみんな、まあ1人2人3人とかでやってんのか。YouTuber って大変だな。2本目 OK。 ラストの照り焼き。あとはデザート。最後ですね。そしたら今ね、あのデザートのマックフルーリーか持ってきます。よし。食べ方がよくわかんないけど、1万円企画達成でございます。ごちそうさまでした。なんかね、まあ Mac とか使って撮影するにしてもさ、今まではこう一品を何個食べるかとかばっかりだったけど、まあこうやってね、いろいろ食べられるととっても美味しく楽しく食べれました。まあでもさすがに1万円も食ったら、まあしばらくはまたいいかなと。この企画がまあよかったらね、またちょっと別のお店とかでもね、やってみたいと思いますんで、もしなんかご希望あればコメント欄の方にご意見ください。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。